はい、いどうもお疲れ様ででございます。そっかじのこまです。のあの昨日おとといあたりですけども創価学会とかねそれから公明党関連の動画を出しているんですけども非常に多くの方からのね反響をいただいてまあ一つは再生回数がねどの動画も数千回から数万回と非常に高いということでね私の動画発信にしてはすごく珍しいことが起きてますね。 で動画をたくさん出してみたんですけどもその中でねやっぱりコメントもかなり多く入ってきたんですよでそのコメントの中でそのやり取りの中で気づくことも多くてですね、まあ、今までその創価学会と公明党の関係ってのがよく分からなかったんですけどもここに来てですね創価学会という宗教団体が公明党という政治部を 支持できなくなってきたっていうことをね発端にして、えー、細かい事情っていうのをたくさんね知らせてくださる方がい,いてですねやっぱりこう発信活動っていうのは発見につながるなと改めて思いましたねはいでまあ総科学会の方とそれから公明党の方ではねまだまだ吸ったもんだが続くそうですしそれから昨日はね、えー、公明党じゃない公明党ですか公明党の山口那津男代表が タイミングよくぶら下がりインタビューをやっていたわけですけどもそこでは全くこのことを触れられてなかったですねで地上波だと思いますけども多くの方は多分知らないと思うんですよでもインターネットの時代でその会員一人一人がね自分の思ったこととか感じたこととか起きたことをこう発信できるようになったからこそ私もね創価学会の会員でも何でもないんですけどもこういうことを知ることができて で実はね近所のね創価学会の会員さんにこの話してみたんですけども「えそんなことあるの知らない聞いてみる」みたいな反応があってですね「えー、実はそうなんだよ」って方はちょっといなかったかなと思います。まあ、ということでね私の近所だけかもしれませんけども創価学会の会員さんですらね知らないことが今創価学会の内部で起きていてで以前もそうだったんですけども「公明党に選挙お願いします」 っていう風にね。なんかだんだん言いにくくなってきたのかなっていう向きはありますね。まあ、地方議員のね。市議とか県議とかの応援してください。っていうのはまだあれですけども、国政政党としてのこの公明党、こちらの方にはちょっと創学会の会員さんからも支持が集まりにくくなってきてるんじゃないかなと感じるわけですけどね。どうでしょうかね。はいえ、それでは本日は以上です。今日もよろしくお願いします。